立花さん大丈夫かな。この辺でまだそんなに遠くには行ってないはず。橘さん、よかった、探してたんだよ。どうして探す必要があるのよ。私とめぐるくんとはもう何でもないんだからね。だって心配だったし。心配だったからってとにかくもう何でもないんだからね。ん？あれは。もしかして事件のことで何か言い争ってる？あなたは重ねれば一番悲しむのはそのことは分かってる。言われてもないんだよ。しょうがない、おとなしく授業に出よう。いい？まずマグネシウムをまとめたこのマグネシウムリボンの量をちゃんと電子天秤で測るのよ。ああ、目分量じゃダメ。でないと塩酸と反応させた時水素が大量発生しちゃうこともあるんだから、下手すれば大事故になるのよ。じゃあまずフラスコにマグネシウムリボン入れて、次に塩酸を注いだら試験管の口に火をつけたマッチを近づける。うわっ、熱っ。何事？どうしたの、桃井くん、大丈夫？これはめぐるくん、あなたラジオしたの？よくわからないんですけど、瓶が割れたらこうなって。ってことは、よりにもよって落選の瓶ひっくり返したのね。とにかく謝るよりも何よりも掃除が先決よ。ほっとくと匂いが校舎全体に広がっちゃうわ。さあ、めぐるくん、急いで急いで。本当すみませんでした。まったく実験中にボケーっとしてるからよ。あれほど機材の扱いは気をつけてって言ったのに。すみません。あと2日はこの匂いフロアから取れないわよ。どうしちゃったの？今回のことといい、子猫のことは忘れちゃってるみたいだし、橘さんは授業に出てこないし、事件のことばっかり追っかけてるからよ。本当にすみません。ま、過ぎたことはしょうがないけど、これからはちゃんと気をつけるのよ。ったく、パソコンまで調子悪くなるんだから。はあ、もうしょうがない。先に報告だけでもしてくるわ。ちゃんと掃除しておいてね。先生、終わります。真由美先生？橘さんがどうかしたんですか？襲われたらしいわ。え？森で誰かに殴られたらしいの。危ない状態だって。橘さんは今どこに？さっき救急車で運ばれていったみたいだけど。